ハロウィンアイシングクッキーを作りましょう。じゃあラップで包んでもらって、このまま1日休ませると生地が伸びやすくなりますね。で、伸びやすくするためにまあ寝かせるってことなんですね。焼く前に冷やしてやるっていうのがポイントです。